ウィス、こんにちは、たま先生やで。前回までにいろんな時代と化石を見たけど、今回はその中でも新生代。俺ら人類について詳しく見ていくで。隕石の突っ込みを耐えた俺らの祖先は古、古第三期。まず俺らは木の上で生活をし始める。 現縁類な。今までと違って、目が前につくことで 3D の立体で捉えて遠近感を感じられるようになると、親指が横につくことでめっちゃ掴みやすくなる。爪も引っ掛けるから掴むに平爪タイプに進化。そしたら、新第三期にゴリラやチンパンジー的な類人猿が出てくる。そして、多分神様が木の棒と箱とバナナをこんな感じで置いてたんやろな。こんなんしてたら、とうとう類人猿は、急行歩行をし始めるね。それが約700万年前に出てきた人類や。 俺らの小さい頃は400万年前のアウストラロピテクスっていうのが最初やったんやけど、またどんどん発見されて、今や700万年前のサヘラントロプスが見つかってるわ。 こいつら猿と人の中間でエンジンな。すると、さらに進化して、第4期の200万年前、人間の元なる原人言うのになる。脳は大きなって、石器や火を使ってて、手は短く人間らしくなったんや。この頃すでにベジタリアンを卒業して、肉食もやってたらしいから、みんなと協力したり、頭使って追い込んだりもあったんやないやろか。 ほんで、この後になるともうバッチリ人やけど、今と比べるともう一声ってことで、古い人、求人が80万年前に出る。この頃になると、複雑な石器使ってたりしてたみたいや。お葬式もしてたらしいで、求人も今の俺らと同じように、お証拠の方法が分かりにくくて、前の人を真似たりとかしてたんやろな。あと、多分仕事とかも無職で悩む奴もいて、求人案内に通ったりとかな。せやから代表的な求人をネアンデルタール人言うねん。ほんで、20万年前くらいになると、とうとう新人が出てきたんや。 新人にもなると、石器も用途別になってるし、今の俺らで言う映画とか、液晶テレビの先駆け、壁画、今で言う美少女フィギュアの人物の彫り物なんてのもやりだす。でもまだ、ちゃんとした服も着て変ところを見ると、そこそこ頭が良くても、ユニクロや島村に出かけるような知恵はなかったようやな。こうして人類は進化してったんや。そっから先、昭和までの人類の進化の様子は、三上塾から出てるもう一個の DVD、ウェブタマ世界史と、あとウェブタマホームページの方にある、ウェブタマ日本史に載っけてるから、そっち見てみてな。詳しすぎるわよ。 まあでも、結局、どんなに進化しようと、どんなにすごい生物になろうと、その体をどう使うかで人生は大きく変わる。お前たちはその進化した体と脳みそで、どんな人生を送りたい生物アニメももう少しになったな。ほなあとちょい、一緒に頑張ってこな。ファイトー